神奈川県知事選挙に勝って NHK をぶっ壊すからの政治家女子48党へようこ そ、統一地方選挙が今日からスタートいたしまして、まずは県知事選ということで大阪府の府知事選挙に佐藤さやかさんですねが立候補を今日届け出をしまして、当地はここは神奈川県の今藤沢駅前に来ておりますが、神奈川県は隣にいます大津彩香投手が先ほど立候補届をしてまいりました。まあ大津さんどうぞ、なんか今ねメディアの方が第一声をやってくれたので、どうですか第一声終わって。見るんじゃないですかね。はい、地元なんで。あ、そうか。お母さん、お父さんは鎌倉に。鎌倉、ああ、もうまさに神奈川県。反対されたの？いや、もうここまで来たらもうって言ってる、地元はやめてほしいなって言ってましたけど。地元はやめてほしいね。なんでって。なんでになるよね。投資までやってるのに。まあでも大して良かったと思うけどね。本当に政治の話をしたら変なやつだと思われる。変なやつだと思われる。宗教くらいの感じでやっぱりタブー感があるじゃないですか。あとつまんない話すんなみたいな感じになるんで、やっぱりあんまり女の子の間でちょっと政治がさなんて言ったらバカなんじゃないって逆に思われると思うんですよね。なるほどね。だからあんまりできないけど、まあ、普段やっぱり困ってることとか探していくとねあるんですよね。それが政治で規制とかからとかでも解決できることってあるんだなっていうことを、なんか自分が学んでいく中でみんな知っていって、あ、自分たちでも変えられるならやりたいっていう気持ちの方が頑張ってるっていうところなので、そういうことをみんなに知ってもらいたいなと思ってます。実際にだって選挙に出るっていうかになって、大津さんも特に関心を持ち出したって感じ。そうですね。大体の人がその区議会とか県知事選がいつあるのかなって全然知らないじゃないですか。本当に投票率低いし、若い人もあっても全然投票に行かないので、やっぱ若い方こそやっぱり興味を持ってほしいっていうことが私たちの取り組みなので、それは届いているかなって最近は実感をやっとしてきました。いやでもね、政治家女子48党の子たちもどんどん政治の話をするようになって、まあ知らないことを知ると楽しくなってくるっていうのがあるのかな。ここはやっぱり女の子たちが政治の話をしだして初めて周りにね広がっていくっていうことなので、やっぱり今回僕は党首の座を、まあ、譲るって言い方をしたらあれかもわからないけど、僕は党首を降りて王さんがやってくれてることで、どんどんこうやってね知事選なんて出ると、もう親がやっぱり嫌がるのはわからなくはないのよね。そりゃね、自民党や立憲民主党とかの公認もらってね、組織がバックでついてよしけーってなるんだったら、親も周りの人にちょっと高いけどもうすいません娘が立候補してってなるけどね、そんな政治家女子法廷党で当選するわけもない選挙に出たら畳狭いやろうね。それはなんか、え、大津さんのところの娘さん立候補しますよねって言われたら、多くの人は当選目的で立候補してると思うから、だからちょっとやめてほしいなって気持ちになるんだろうけど、そういう雰囲気もやっぱりゆっくり変えていけばいいよね。周りの人たちがその当選しなくても選挙に挑戦してる人は素晴らしいことだっていう人がどんどん増えていってくれる、うん、だって今チャレンジしたら将来ものすごく成長して40代50代になった時にはとてつもない政治家になってるんだよ。しかもこうやって若くて立候補してきてもいろんな方が助けてくれるから自分でも立候補できるかもしれないと思ってほしいですね。私自身も中長期代に全然優秀じゃないので、だけど私がやっぱ投資をやらせてもらってるっていうところとかを考えると、いろんな方がもっとなんか関心を持ってハードルを下げてチャレンジしてほしいなって私は思ってます。一昨日実は電話がかかってきてね、おじいちゃんから神奈川県民ですからね、大津さんいいね、俺おじいちゃんだけどよく立候補を、ね、決めてくれた、あの前髪パッツンいいね、美人だしこれから若い子がやらなきゃいけないよ、本当に田島さんありがとう、大津さんにもよろしく言っててねって今伝えましたけど、もちろん高齢者の方もすごい期待をしてくれてるし、まあ、今回ね意外に大きな風が起きるかもしれない、気づけば分かると思うんで、
まあ、ガーシーが除名されたことに対しても、まあ、おかしいと思う人も一定数はいるし、5%、7%いるし、またね、同じ知事さんが日頃、国会では喧嘩している自民党と立憲民主党が同じ人を応援してる。それも、どこの党かわからないように無所属ってして、で、応援するわけよね。わかりづらい。国会では喧嘩してるのに、なぜか、県政では、自民党と立憲民主党は同じ人を、同じ知事を応援するっていうような構造も、なかなかわかりづらいと思うんですけど、まあそういうのが嫌だっていう人からすると、まあ新しい風に期待をする一票がね、入るんじゃないかなっていうと思っています。で、全然僕、ふざけてないので、俺、ふざけてないよね、普通に喋ってたら。僕は、なんか、ピエロとか、ふざけてるとか、なんか、馬鹿にしてるとかって言われてますけども、そんなつもり1ミリもないですよ。だから、ぜひね、今回、なかなかそれは当選は厳しいと思いますけど、ぜひね、大津彩香って書いていただくことで、その票が多くなれば多くなるほど、変わってきてることが伝わり、どん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 それが繋がっていくっていうか、自信に。若い女の子が勇気出して立候補したらこれだけ票取れるんだ。これひょっとしたら共産党推薦の人が買ったらすごい。なかなか厳しいと思うけど。でも、そういうところになってくると、もう全然違ってきて、この間も聞いたおじいちゃんの話を聞いてると、確かに高齢者を望んでるんだよ。若い、やっぱり黒岩さんのままだと何も変わらないっていうか、おじいちゃんやおばあちゃんの方がむしろ、若い人が出てくることを望んでるところもあるの。ぜひ、どうぞ。ありがとうございます。私も街で立ってて、シルバー民主主義最悪みたいなこと言ってても、おじいちゃん、おばあちゃんが、頑張ってねって言ってくれて、ごめんなさいとか思いながら活動してて、でもご年配の方にそうやって応援されることもあるので、とても本当に嬉しいです。本当に若い方を応援してくださるご年配の方もたくさんいるんだなってことを知って、本当に力になってます。の人が若い人に変わるべきだと思っている方が多いので、ぜひね、神奈川県民の皆さん、ぜひ、投票用紙にですね、大津彩香、政治家女子48党、大津彩香、はい、政治家女子48党、大津彩香に投票してください。あ、気持ちいいですよ。気持ちいい。初めて言えた。今まで言えないわ。嬉しい。よろしくお願いいたします。ね、